どうぞ。新会ですか。あ、さようです。どうぞ。あ、一番いただいていいですか。はい、そうそう。20%オフなんで、うん、結構こういう月に1回やるので、こういう時に結構買って安く買って家でテーブルワインとして毎日飲む方はそうされてる方が多いですね。こんにちは、試飲会を行っております。まだだおすすめとかありますか。あ、どういったものが結構、なんだろうな前7月ぐらいに参加させてもらって、結構私のおすすめは、例えばこれとかすごい美味しいですね。このワインノットとか、あとは結構飲みやすいのが好きなのであれば、こちらの、まずワインノットが3番ですね。3番、じゃあ3番いただきます。はい、でも3番いただこうかな。はい、これはすごい美味しいですよ。1番相当美味しいですね。こんなの来たら飲めなそうな気がするよね。そうですね、1番とかは華やかなんですよ。だから好き嫌いは結構分かります。いや、大好きです。これってこの3番はすごい、はい、ワインノット。私も、ああ、もちろんでございます。これ、あ、それか、はい、ごめんなさい。あ、すごい香りが銀のやつね。美味しいとは思いますね。飲みやすいですし、結構美味しい。なんか結構高級ですね、ワイン。あ、これはそうですね、ワインドットは高級だよね。値段高級ですね。あ、しっかりある。まあ、これだけ美味しい。これなんだろう、料理と合いそうな感じ。料理と合うと思いますよ。それこそイタリア系の料理とか、合うと思います。ただ、すごいフランスなので、その値段はどうしてもしちゃうと思いますね。なかなかいいお値段ですね。もし、まあ、それが、一番的なものが好きかもしれない。一番だから、いわゆるオレンジ系っていう。なるほど、そういう系のものですと、オレンジワイン。あとは、そうですね、10番。あとは、15番とかもいいと思います。10番が、ルテンベルクとゲベルツトラミネール。開けます、これは美味しかった。 20% オフなら、どうせなら高いの。そうですね。あとはそれに対してどれくらい価値を見出せるかですよね。お酒は結局嗜好品なので、やっ
っぱりでも一緒に食べる料理と合わせ技って、そうですね、それが普段例えばどういうのを作ったりとかそういうのをする、うん、でもユージさんは喜びそうだよね、ビールの方が、うん、ビールですよ、まあ、いいですね、美味しいですか、ゲベルツ、ゲベルツトラミネール、まあ、すごい美味しいです、あ、グレープフルーツ、ジュース10番、これはいいですね、すいません、まだ開いてないのに、あ、全然構いませんよ、どうぞ、お時間ください。ゆうで上手に開けられるか、大丈夫、今難しいここは見てる、すごいよね、ビールですね。あ、でも、まあ、そんなことはない。これが、すごい香りあります。葉っぱありますけど。しっかり味があるから。葉っぱありますけど、ちょっと。ビール、ジューサーシールドね。向こうだね。ジューサーだからこんなでかいんですよ。パウダーチ。美味しかった。普通のペーメールとペーメール。美味しいね。このですかね。ビールがそんなに好きじゃない。あ、そう。じゃあまあ好きじゃないというのは語弊があるんですけど、なんかビールを飲む方が多すぎてそれが嫌。確かに。それ、ここで過ごせない。そう、酒なら何でも好きなんだよね。両方してるのに。収納ケースこれ今、クールミですか、ん、これ開けてんの、あ、そうです、そうです、プレゼント用か何かですか、いや、あの家で食器ホームパーティーやる予定で、全員漏れなく酒好きなんで、あ、そうなんですか、買ったものを一言、じゃあもうビールにしようと、たくさんもういっぱい買っていかない、面白いじゃないですか、なんか話のネタになるものが、うち、あの全部自社輸入のもんなんで、あの基本的にあんまりないです、お世話になってますよね、お世話いっぱい買って、うん、そうですね、この辺お酒いいですよね、あ、あれあれ、あ、いいですか、ビール用、ビール用、あれ、はい、あー、こっちの方が好きかもな、
バイチェンだよね、うん、バイチェンだよね。でもこのネクタールも気になりますね。蜂蜜が入ってるんですか、ね、これですか。飲んでみます。ネクタールもちょっと、うん、白が大好き、うん、あどっちがいい、これいい、これだけ決まりました。あすごい色が、あ淡い本いらないですか。パーティーパーティー用に淡い本ちょっと考えたちょっと迷った、どっちにするか。初めて、いやいや、あの一杯目は泡かあのビールかを選ぶっていう。いやー営業上手ですね。いやいや、もうパーリーをずっとしてきた人間パーリーパーリーもうパーリーずっとしてきた人間なんで、パーリーピーポー。へえ、泡もじゃあちょっと。もちろんです。今日は2種類かな。そうですね。あのもう1本はちょっと用意できなくて、あの17番だけ用意できなかったんですよ。で、あるのが9番か18番ですね。9番もさっき気になる。9番これはめちゃくちゃうまい。マジでめちゃくちゃうまい。お酒に関しては嘘をつかない。バーテンダーを何年もやってる。酒作りがしたくてここに入ってきたんですよ。何か酒じゃあここに入りたい人。入りたいですね。でももうちょっと疲れちゃった。疲れちゃった。酒を売るのことに。毎日、あ失礼しました。毎日飲んだくれてる。フランスのアルザスのさっきアルザス系統だよね。シャンパンなんですか。これはシャンパンと同じ作り方です。作り方で、でシャンパンニューで、あのシャンパンニューで作ってないので、シャンパンとしては名乗れないと。名乗れないと、みんなスパークリングって言わなきゃいけないからね。そうなんです。なので、めちゃくちゃうまいです。そうです。あの子もね、そういう名前つけて売ればいいんだけどね。そう、やっぱね、そう名乗れないのがね、厳しい。ああ、これは幸せ。これはめちゃくちゃ。これは美味しいです。これはね、キンキンに冷やされてるのがいい。また。これはめちゃくちゃうまいです、マジで。これ1本あったらガンガン飲んじゃう。パーティー用ですね。パーティー用、パーティー用。ちょっと外して、ちょっとだけ前に上出して、パーン。そうなんですね。今日一いい笑顔。ダメなんですね。本当ダメなんですね。ああ、誕生日パーティーとかだったら嬉しい。そうですね。横引こっち、自費で出します。これはマジでうまい。美味しいですね。もうこれ飲む必要ないって思うぐらい。美味しい。これはロゼなんですね。ロゼも飲んでみたいなって。開けてみます。いいですよ。もう2本買って。これ9番本当美味しいっす。残ります、ね。これ多分。めちゃくちゃいいですね。結構いらっしゃるんですよ。うちのお客さんでも勧めて料理でそれ勧めたって買って帰るんですよ。最後ないんですよ。私も買うんで。あ、そうここね。しゃぶりで。なるほど。そう、めちゃくちゃ酒家にある。あんま言うことです。家に酒があるのは俺も変わんないですよ。あんま言うことないです。料理は何系が合うとかあります？何でも美味しそうだね。そういう、おすすめあれば。今のシャンパンのスパルそうですね。これの、やっぱり、パーリーしすぎる。塩だから魚介とかね、あこら辺とかパスタとかが合いそうだけどね。パスタ、ピザがチーズが合いそうだけど。確かにそうですね。そういうのすごい。ちょっと吹いたね。強いの残りますね。どうですか？あ、します？これはあのメルローという品種の、スパークリングワインでございまして、はい。
がすごい。これ11番ですか。18番。ロゼも大好き。イチゴなんだ、あ、すごい飲んじゃった中で全部飲んでも大丈夫中でも飲んだんですよ中でもものすごいでビール片手にね、ビールもそうだよねこれから俺の中に入るあー、うん、美味しかったビール本当にそっちでいいの、うんいいネタになる。いや美味しかった。シャンパン美味しかった。チコーン美味しい。東海揚げて帰る。で何でしょう。これの料理。これに合う料理を。そうですね。その日ってどういったものを考えてる。ホームパーティーなんで、はい、うち近所なんですよ、はい、だから品の屋行って魚買ったりとかしようかなと思って。なるほど。まあムニエとかもいいですし、うん、それこそ例えばあのたこ焼きとかもいいと思います。たこ焼き？ソース。たこ焼き。ソースの甘みを、まあ、基本的にあのなんて言ったらいいんでしょう、そのソース、あの要はペアリングっていうものって補うかさらにアルファでプラスするか、例えばデザートって甘いものだけど、あの一緒に飲むものってアイスワインとか、うん、甘いワインとか甘いで重ねるか、または全く逆の、例えばこの料理に対してちょっと酸味が足りないとかでしたら、あのそういうのもあの合うので、うそういった酸味で、これに関してはその甘いソースとかとかも全然合うとは思います、はい、結構これはカラクルットって辛口なので、まあでもその中でも甘い感じはしますね。面白いね、ありがとうございます。とんでもないことでございます。2本買って帰ります。2本すごい、ありがとうございます。いやでもブルット残りますね美味しいですよね。美味しいですね。いや、やっぱり売ってる人が買ってるっていうのは間違いないですよ。いや、まあ、それは間違いない。結構やっぱ、ね、全部私とかは飲んで、ね、試してるんで。ちょっと11番のロゼも。11番のロゼ、あ、了解。ピエルハイムのね、そうね、これたまにこの新刊チラシ入れてくださってて、あ、いや、多分入れてない、入れてないというか、あの、いや、うちにポストに入ってましたよ。だから来たい来たいなと思ったんですけど、なかなか応募してたんですかね。私はもう本当に本当にそうですね。でもね、最終日曜日に必ずやってるという、いや、毎月に1回多分そうですね。そうです、最終かな。だいたい最終日飲んでみます、ね、すごい。はい、あ、飲んでみますか。少し待ち、ちょうど今開いた。いいですね、ロゼ。あ、かしこまし。ザクロそうそう飲まないからね、こういう時はなくて。確かに。でもまあそれはきっかけになればね、もっといろいろ飲んでいただいて美味しいって思うものをどんどん見つけていけばいいですよね。辛口、初め飲んだんだけど辛口って分かるけど辛口です。15番も気になります。15番はこれはセルセフランビオカートですね。ナザルエンジン、まだ飲まれてない。さっき私飲んだ、あ、うん、瓶が面白そうに、ラベルが面白そうに、
じゃあルーション地方 のフランスのルーション地方 のワインですね。で 3姉妹が上品な、すごいあの繊細な、爽やかですね。そうですね、あのでなおかつその長女がビーガンとかなので、これもビーガンのワインとしてあの珍しい、うん、本当にビーガンのワイン、シトラスの香りで、なおかつビーガン、その何もやっぱりその添加物とかそういうのがない状態でこれだけ味整えられるのか、すごい爽やかですね、これすごい美味しいですね、美味しいですね。これ飲んでみようか。はい、こちらですか。ラベルがかわいい、クルスパッセ、まあ、これこそあのミネラルとかその海鮮類にすごい合う、塩味だ、塩味だ、あ、はい、あ、ありがとうございました。いいえ、パーティー楽しんで、はい、あ、ありがとうございます。華やかな白だね。あ、先ほどのクリスタスですね。ああ、今飲んでる、はい、失礼いたします。あ、いいですね、これ。これは好きな方は結構いいですね、多いですね。あとあのクリスタッセ、美味しいですね。クリスタッセ。なんか買ったの？あ、はい。はい。はい。中で買える。はい。番号をお伝えしてすれば。はい、買えるので。あ、14番、ただいま深海を行っておりますので、ちょっと14番も気になる。はい、14番って頑張っちゃう。はい、どうですか。こちらですね、これはね、すごい飲みやすいですね。飲みやすい、はい、酸味がそんなになくて美味しいと思います。マンゴーやっぱり、これ結構なんだろう、今日3本出てますね。あ、そう、はい、結構好きなのかな。飲まれていきますか。はい、もちろんです。何が、これ全部、はい、こちら、一応これ中何ですか。こちらビールですね。はい、どうぞ。ビアって書いてある。ビアって、あ、ビアなの。ビア、はい、買うんだったらビア、あ、まあね、買うんだったらね、買うんだろう。あ、はい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 。ベトナムだったってそのままいいよ。ビールは買ったんだけどね。そう、多分あのうちしか販売してないよね。せっかくやからビールいただいていいですか。あ、もちろんです。こちらでございます。どっちがいる。じゃあ22の方だ。ビアチャンムオイ。全然どれでも大丈夫なの。どれでも大丈夫、はい、乗ってるものである。すごい爽やか。でしかも 2.2% なのでもう水ですよ。え、いいよ、ちょっと悩んでるんだよ。実質水っぽい。そうですね、なんか ライブさんだよね。ライブジュースみたいな。でも美味しいですよね。僕結構ベトナム行くんですけど、はい、ベトナムなんか ビールの印象があんまないんですよ。そうですね、クラフトビールなおかつ、だから前お客さんで、これ置いてあってすごい驚かれたんです。いや、多分コアなあんまり日本で置かないですよ。そうですね、自社輸入なんでもううちしか販売してないです。ベトナムよく行かれるんですか。コロナ前はもう毎年のように。なんで。まあまあ仕事も、ただやっぱ飯うまいんですよ、ね、それもあります、ね、いわゆるフォーは有名じゃないですか。そうです、サンドイッチが結構みんな、あ、もう150円ぐらいなんです。これ、7番の、はい、7番どうぞ。同じです。リベルトラスミネーブですね。
ね。アトビア。本当に種類がたくさんあって。日の向くままに行っていただければ出しますので。毎回しかもリスト変えてますよね。そうですね。毎回かぶんないと。毎回売りが違うとこなんで、今回はこのアルダさんが売りなんでね。いや毎月来たいんですけどね、ちょうど日曜の今が。はい。本当にこれ。そうですね。銀醸まで、はい、日本酒もあるんですね。ございます。今回も日本酒が入ってる。いいですか、日本酒も。はい、日本酒。24番。銀米銀醸シルバーセブン。長崎。顔がいいんだね。そこもあるんだ。飲んでない方、じゃあ俺も飲まろうかなっていう。はい。おうちに日本酒はないんだ。もう次以外はいっぱい。優しい。18番。18番と15番。優しい味だな。フルーツね。パッションフルーツ。美味しいですよ。美味しい。ちょっと苦味は感じると思いますけど、ね、どうですか。いやでも 甘くて。甘い、ね。これ日本にないですね。このビール。香りが違う。なんか台湾出身なんで。
台湾ビールの近い。確かに。ベトナム行くとバドワイザーばっかり飲んじゃう。そんなんダメっすよ。結局ビールあんま地元のビール飲んでないな。もっと酒楽しみましょう。でもすごいあれです。一番がやっぱ一番残るな。あ、本当ですか。うん、オレンジのクリ。こっちは大丈夫ですか。これも良かったですけどね。ワイン。いやまああれですよね。さっきのはなんか皆さん集まってとかやるのはやっぱね、最初はそういうの必要かなって。一番は好きな方は結構。女性の方とか特にすごいです。そうですよね。上品な感じだったな。メロディアンコ今9番もいいんですけどね。あ、でも16番はいいですか。16番キャンティー、ポストカードキャンティー。でちょっと締めにします。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。こんにちは。どうですか。結構いいワインですね。飲み応えあります。最後ちょっと一番もう一回。ああ、もちろん。これがあまりに美味しかった。これをスピッチになりましたね。これいいですね。いやいや、これから行くところ。